ワンチャン5、7頭ありそうだな。5、6ワイドでも全然いいね。いや、おー、なるほど。じゃあ、まくり竹野が、いや、これ、届かないな。さすが感じたら。6、2か。ほら、やっぱ6、2か、あったよ。しゅそれはちょっと、じゃあそこはちょっときついんじゃない？何やってんだ？ 6 人の可能性ってことは5ワンチャンいける？もうここ出るしかないよね、しゅちゃんね。これもう早めに出て、切って。これ狙ってるんじゃない、尾崎さん。ってことは、尾崎さんの後ろは絶対吉野ちゃんだな、こうだったな、最初スタート取んないと。いや、わかんない。これ1ちょっときつい。まあ、いけるか。あと、佐伯がくっついたところに入っていくしかないか、これか。もう先仕掛けるしかないよ、これもう。打ち包んで、打ち包んで、尾崎さんが打ち包んでる間に、柳を打ち進んでる間にもうパッてもう一気っちゃうしかない。もうこうなったら逃げんなよ。そうだね、竹野が逃げたら柳で確定やなって。ここ尾崎さん先仕掛けるでしょ。そうだね、ほらで抑えて柳がやっぱ出る。打ち包んであげて、打ち包まして、もう出ちゃおう。こうなったら柳ちょっとそこのね接触が苦手だからね。しおちゃんもう出た方がいいよ。4号で出る。4号で出たら3つけ。お出ちゃう、外から行く。4号か、4号か。これくっつくかも。まくられるぞ、まくられな。さあ、いけいけいけ。やばい、全然してくやばい、まくられた、まくられた、まくられた、囲まれてまくられた。あー、結局362か。お疲れ様、お疲れ様でした。お疲れ様でした。一緒のやっぱ仕掛けがめちゃめちゃ良かったですね。はい。昨日のねインタビュー見る限りちょっと体調悪いのかなってちょっと思っちゃうかもしれませんけども、まあすごい良かったということで、とにかく暑い中お疲れ様でした。一着ね、とにかく1日目初日1位は本当素晴らしかったんで本当にお疲れ様。まあでも決勝もう7連続行ってますから、もう次回は小倉競輪場で7月の後半にもう間もなくありますんで、すぐ。みんなも応援しましょう。松本篠塚おさん、これから始まるストーリーに僕ら試練